金実とイグロがですね、このまま鬼たちと戦うという非常に印象的なシーンから、えー、スタートしましたがやっと呼吸が使えたんですありがとうございます本当にずーっと呼吸は使わなかったずーっとねちねち言ってただけですからついに戦えたというところで <laughs> 僕はもうあれですよあの本当にあの「鬼滅」がねすごい人気でいろんな人から関君も「鬼滅の刃」出てるねみたいなこと言われてましたけど ぶっちゃけそのまだあんまり出てる実感がずっとなくて <laughs> 同じ同じね、うん、で今回この柱稽古編になってアフレコに行った時に初めてあの花枝君たちと一緒になってアフレコしてる姿を見て「あ炭治郎がいる!」とか「あ善逸やん!」みたいな <laughs> そう「伊之助だ!」みたいなのでやっと「鬼滅の刃」に参加してる感が <laughs> え個人的な話なんですが えー、親戚などにです、ね、僕は声優をやっているということで,です、ね、お前は何をやっているんだと「はあ、鬼滅の刃」とか出てないのかって出てるよって胸を張って言いづらいぐらい出番が少なかったんですがいよいよこれをもって出番が、えー、これからきっともっともっと活躍してくれると思いますのでその皮切りとなる、えー、このシリーズぜひ皆さん、えー、応援してください僕も楽しみにしております。